宮崎人生。マジでここつらかった。のびはざ G2 の一番最初のボス以来の絶望だったな。なんだいこれや。なんこつ、いや、これやね。敵すぎ？いや、僕もここに入るのは初めてだ。このレベル4に入れるのはドラえもん、つまり背徳教だけだからね。この穴が地獄に続いてないのを願うばかり。地獄だろ。このゲームでどれだけ地獄を見てきたと思ってんだ。地獄だ、どうせ。天国を未だ見ていない。ああ。さすがに装備変えるか。さあ行こうか。うーわ、早速君たちか。オッケーオッケー。君たちは、まずは冷凍手榴。おい、冷凍、ああ、冷凍手榴弾あるよね。冷凍手榴弾で一発だよ。残念ながらね。ほい。あ、やべ、外した。これ外したくないんだよな、あんまり。えい。余裕だね。君たち僕を舐めてる。舐めてもらっちゃ困るな。僕だってただで伸びはざやってるわけじゃないんだ。このゲームをクリアしたら、もう二度と伸びはざなんてやってやるもんかっていう意気込みでやってるんだ。なんだ、また君か。君たちさ、雑魚が湧いて出てきてさ、目障りなんだよ。本当にさ、やめてくれないかな。やべ。これ天空の城ラピュタだ。これ天空にいるやつはマジで倒し方知らないから。逃げる。は？待て。は？通れないんだけど。あ、どこ行くのこれ。え、ここ行けるよね。は？行けないんだけど。は？待てよ。行けねえんだけど。痛い痛い痛い。そういえば硫酸手榴弾で一発で殺せますよみたいなコメントもあったよね。あー。死ぬね。やば！特殊技能のピンポイントで、こいつも一発。で、こっから逃げる、俺は。こいつはもう倒せねえわ。諦める。ここ通れるね。よしよし。行こう。で、こっち行く。あー、ここもピンポイントで行けるよね、多分。あー、ちょっと待って、でも。あ、こいつらいんのか。あー、こいつら嫌いなんだよな、俺。もうやるしかねえ。安い、行け！ああ、俺だった。まだいける。ああ、ケンジ。投げる。あれ？は？やーば！もう。いける。よし。ああ、待って、待って。おい。おい。ああ、待って。やば、死ぬ。はあ、次のステージ行っちゃったわ。拾わないで。もういっか。もういいわ。あいつのこと忘れよう。みんなあいつのことは忘れてくれ。なんもねえよ。ちょっとセーブ場あってくれよ。また地獄が広がってるよ。待ってね、ケンジ、ちょっとケンジ、ハンドガンにセットして特殊技能じゃん。ピンポイントショットで。こういうこと。こいつはもうピンポイントショットでどんどん倒していこう。ねえ、嘘だ。これ絶対蘇るじゃん。こいつね、絶対蘇るよね。この地獄の廊下。長いし、いるし。なんでこんな長いの？あ、もう、これ取ったら出てくるってことか。ジャックの鍵。はい。こいつら倒せるかな？いや、試してみる価値ある？あると思う、みんな。パーティー編成をするか。ほらや！ショットガンだったやつを引っ張ってんの。ショットガンじゃない。お前は G ランチャーだろ。お前は G ランチャーの申し子だろうが。何ショットガンなんてチンケな武器使ってんだ。ほらや！あー、わかったわかった。倒し方わかったぞ。でも倒し方わかった。これ閃光弾だな。閃光弾33個ほどあるんでね。ほらや！いけや、そう！避けろ避けろ！よし、ナイス。あ、ここ一列になったらでかいでしょ。二人一気に閃光弾でやる。はい、完璧。ナイスやつを。これグレランぶっ放してって一気に決めるっていうのでもありっちゃありだよね。いや、すごい。これ見て、これ地獄すぎない？右地獄だったじゃん。左何か見てきたいよな。左セーブ場なんだ。左が当たりだったんだよ。はいはいはい。左、
くそ、最初から左行っときゃよかった。太郎に全ての罪を押し付けて、まず逃げろ。まず逃げろ。ああ、全力で逃げろ、太郎。よし。逃げ、太郎。よし、よし、よし、よし。あと1体。ほらよ。あ、これ、もう一気に決めた方がいい。あとはてめえだけか。こういうことですよ。よし。かなり無駄には使ったが、まあ割といいでしょう、動きとしては。太郎、よくやった。こいつらも蘇るのね。まあこいつらはやります。今の太郎だったらいけるはず。行って、行って、行って。よし。よし、ナイス、ナイス。これまず行っちゃおうか。はい。これ出したら俺の勝ちだから。はい。死ね。雑魚どもがよ。で、ちゃんとセーブしましょう。あ、ここは蘇る。ここは憩いの場だね、さすがに。ちょっとグレラン、4発しかないんだけど、いいかな。まあ、いけるか。ジャックの鍵を使いましょう。はい、開けます。こんにちは。もう、やだ。うるさい。頭おかしくなる。あ、待って、やばい。ミスったよ。こいつら来るじゃん。来たら、はい、二つを一気にやる。NPC 太郎に任せてもいい。よし、こうなったらこう。ありがとう、太郎。やっぱ仲間の力って偉大だね。素晴らしいです。ありがとう。たんまりいただいちゃいました。また二個の扉に分かれてんだよな。右から見ていくか。あ、ここ鍵が必要か。先に左から見てきますか、そしたら。まあ、またこういうやつかよ。まあ、ここは冷凍で一気に。あれ？あ、冷凍じゃない。持ってんの冷凍じゃねえわ。あれ、そういうミスあるぞ、たまに。はい、一気にやる。あ、ちょっと待って、来た。あれ、こいつら、あ、こいつらも冷凍だったよな、確か。ほらや。よし。危ねえ。ナイス、静か。静かフィーバーを見せつけてやったぜ。今の私はどんなものを冷凍手榴弾で凍らせて潰せるわ。あ、エースの鍵。ここ上か、じゃあ。もうやばいのしかいない。あ、ここでもいいんじゃない？え、ここ来るかな？あ、ちょっと待って、あー、バカバカ、めっちゃついてくる、めっちゃついてくる、めっちゃついてくる。あ、もうダメだね、これ。あ、これダメだね、地獄すぎるね。先にあの鎧からやるか。やばい、いけるか。あっぶねえ。こいつまた速くなるじゃん。よし、一発当てた。一発当てたらもういいですよ。あー、これまずいね。あぶねえ。よし。あ、これ光ったらもうチャンスだね。先行手榴弾を使って、あとは、ナブリゴルシー。よし、いった。こいつも動き止まるんだ、ちょっとだけ。え、でもこいつは普通にこれ、流れでいけるから大丈夫。あ、バカ！何してんの？静か。あー！あー！あー、倒した。あー、こんなところでマグナムなんて使いたくなかったよ、俺は。あー、もうすす、倒したけど、ここどうするか。先進むか。何いるか、いや、もう。いや、もう、なにこれ。なにこれ。もう、どうするこれ。待ってね。ちょっと待って。太郎ってさ、特殊技能。あー、なんかいっぱいあるな。硫酸弾とか使ってみる？火炎弾とかある？あるね。あるある。知って、体力ないじゃん、今。消防ハーブ使うか。いや、お前のために取っといたみたいなとこあるからな、正直。で、ピンポイントショットで、こいつら一列に、今一列になってる。チャンス。はぁ？当たんねえ！待って。やっぱこいつら。ああ！待って、ちょっと待って。弾変えよう。なんか、効果を発揮できてる気がしない。硫酸弾。よし。これならどうだ？溶かすぜ、お前ら。よし、悪くない悪くない。むしろいい、むしろいい。てめえら全員全員。あー、待って、ここはやばいね。みんなき
生体出してくからとりあえず3体はやるか。あと1体でしょ、1体余裕でしょ。これこれ溶かすぜ、てめえを溶かすぜ。よし来た、こうなるこっちのもん。よし倒した。はあ、舐めやがってよ。人類の力を舐めるんじゃねえぜ。人類の頂点だぞ太郎は。クイーンの鍵、手に入れた。クイーンの鍵、クイーンの鍵って下だっけ。もうそれすらもよくわからねえ。とりあえずなんとか危機を脱することができた。あ、エースだった。ここだろクイーンの鍵って。ここ開けたら何が出てくる。またお前らみたいなやつか。もううざいねえ。なんで君たちみたいなのがいるんだろうね、ワンサカ。いや、弾ねえ。弾ないんだ。弾ねえの。弾ねえわ、これ。もう、弾ねえわ。ショットガンとかでいけるかな？さっきいけたよな。さっきいけたから、今回もいけるだろ。ああ、よし、来た。こうなりこっちのまま、あと、投げて終わりよ。お上がりよ。こいつらも絶対動くじゃん、100で。100で動くんだよ。で、これは何、何あ、動かせるわけじゃないの、ん、はぁ、なるほど。これは動かせるんだな。で、これは動かせないの、なんだ、そのシステム。いらんシステム作るよってよ。これ動かせるんだ。はいはいはい。じゃあ、これを、こういうことかな？あ、これで開くわけだ。はいはいはい。で、レバーを下げて、を進めると。今度は何？謎解きかよ。ん？なんか動いてるぞ、こいつら。ん？この赤いのは何？わかんないな。ジョーカー、うわ、来ちゃった。いた。とりあえずこいつらやればいいのかな。だ。ほらよ、頭吹っ飛ばす。で、これを、ああ、開いたね、これで。とりあえずここ入りましょう。ただの地獄じゃん、また。いた。もう、こいつらもう、ちょっと待って。やだよ、ここ。ちげえな。タル、うー、タル、よし。ナイスだ。よし。これで、ナイス。さあ、あとタルに任せるわ。タル頼む。やっぱ仲間の力をね、やっぱ使っていかないと、ふんだんに。ほら。ほら、見て。素晴らしいですよ、タロウくん。全然こいつらはこのゴリラでも死なないけど。一気に決めるわ、ピンポイントで。おい。でも一回ピンポイント使えるよな。おい。あっぷねえ。どんなもんだい。だいぶ上手くなったよな、俺も。一時はどうなることかと思ったんだけど、意外といけるもんですね。はい、また出たな。よし。これ出したらこっちの勝ち。よし。あとは、なぶり腰。よし。いけたな。で、問題はこの台をどう動かすかだよな。あ、待って、ちょっと待って、これ壊せるんだけど。これ壊せるってことはさ、ひょっとしてこうやってずらして、あ、なんだよ、なんで単純なことに気づかなかったんだ俺は。これで次のエリア行けるってわけだ。はい、うわ、やばいのいる、セーブしよう。で、問題のこいつですよ。こいつがどれぐらい強い。うわ、ちょっと待って、ちょこっとだけ強えな。正直こいつの動きはもう見切った。こういうことでしょ、こういうこと。はい、簡単にいけました。あとはこれ一発よ。全然今までどれだけ修羅場をくぐり抜けてきたと思ってる。舐めるんじゃねえ、人類の力をよ。え、あー、なるほど、ここ、あ、やべ、今の箱必要だったかい、ひょっとして。やっちまったな、これ壊したら。あー、治るよね、よかった。つい箱を見ると壊したくなる衝動に駆られるディアンス。これをずらして、多分、ボタンを押せば、ここも開くんじゃない？だよね。あ、ジョーカー、茅ヶ崎の鍵が開いた。で、これも手に入れちゃえる？ん？
これはまた別の何かが必要だってことか。とりあえずジョーカーの鍵を手に入れたからそこ開けてくかね。この扉のロックを解除し、またこういう系ですか。もううざいんですけど、もうやめてください。僕を巻き込むのはよして。この黒いやつから先にやった方がいいな。黒いのはうざいから先にやっちゃおう。こいつらは遅いからなんとかなる。よしよし。で、さ、待て、とりあえず石膏玉を使え。おい、よし倒した。列で並ばせたい。それによく見せた。通じなそう、通じなそう。ちょっと待って、閃光玉であとは投げて遅延だ。危ねえ。はい、倒しました。なかなかやりましたね。まあ敵じゃないですけどね。ここになんかあんだよな。あ、 R ランチャー、これレベルアップバージョンでしょう。はい、皆さん、ってことでね、ここの宝箱の開け方が分かったわけなんですよ。最初開いてんだよね。で、ここの扉開けるとなぜか閉まるっていう不具合が生じている。だからショットガンみたいな範囲攻撃で扉を撃つ。あれ、はい、開きました。スネ夫だったわ、ジャイアンじゃなくて。はい、ということでエースの鍵を拾えました。でこれはね、正直ちょっと自分じゃクリアできなかったので、ちょっと攻略の方に頼らせていただき申したわ。まあでも悪いと思わないよ、全然。攻略本って別に悪いことじゃないからね。犯罪じゃなければ何やったっていいんだよ。とりあえずエースの鍵を使いますか。ここに何がいるか。またこういう系かよ。いや、うせんだよな、こいつら。こいつらに、いや、こいつマジで先行手榴弾効かないのになんとか。ならんもんかーい。ここも地獄。パーティー遠征で、伸びたにして、注意手榴弾。気をつけて、一気に決めたい。注意手榴弾。よし。よし、倒した。はいはい。なんとか危機を抜けました。で、鍵は、うん。武器を使えば解できるから、ナイフの連打。素晴らしい。壊せ。すべてを壊すんだ。金繰りして壊すんだ。キングの鍵。これで大広間みたいなところが開けれるんだ。長かった。こいつはもう無視します。はい、ってことで、キングの鍵で開けたいと思います。ゴー！伸びたゴー！ここに、いまいましい緑のタヌキが、いや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 。ボス戦だと思ってめちゃくちゃ準備してきたのに、全然ボス戦でもなんでもない。タロー！タロー！もうタロー！待って！もうここなんだよ。もう一人行け。もう伸びた。それ悪い癖。よし。まずこいつらやろう。確実に。よし。いやー伸びた。もうボウガン死ね、マジで。ボウガンフリーマン死ね、マジで。おい。よし。もうやだ。なんでボウガンってさ、弾、2発しか入れれないの？意味がわからない、ほんとに。8発入れれるだろう。ボウガンなんて全力出せば。全力出せよ、ボウガン。お前全力じゃないんだよ。すべてにおいて中途半端なの。わかるか？痛えよ。もう、嫌になる。嫌な気持ちになる。こいつらもう単体で動いてるもん。単体で動いちゃもうダメでしょこれ。一体一体確実にやるわ。ちょっともう確実に、もうこれまずいですよ。一人やった。すべてを金繰り捨てて一人やるわ。ほら来い、ほら。よしよしよし。え、早いんだけどこいつ。普通じゃない動きやめろ。よし倒した。こんなに倒してこれっぽっちしか手に入んねえのかよ。本当に今度こそボス戦なのではないでしょうか。あ、来た、やっとイベントだ。
ああ。